今月10日の新潟空港。これカウンターね、うん、自主的にこういろいろトレーニングやってると。朝から忙しく動いていたのは格安航空会社トキエアの長谷川雅樹社長です。新潟空港を拠点とし、札幌岡田線の就航を目指すトキエア。当初6月末に予定していた就航は、国の審査や訓練の遅れなどを理由に延期を繰り返してきましたが、現在準備は最終段階に入っています。実際の就航便想定して訓練やってますので、皆さん結構みんなの緊張感もやってますね。こちらがオペレーターの運航の事務所。この日、長谷川社長が顔を出したのは、トキエアの運航の中枢を担うオペレーション室です。飛行機の状態が問題ないかどうか、情報を全部集約するっていうところで、まあ、顔が見えるところでですね、みんないますので、そういう意味ではやっぱり非常にここはもう一番チームワークがもう重要されるところなので、あとコミュニケーションですね、非常に取りやすい中で運用しているという、そういう状況です。よろしくお願いします。行ってきます。挨拶を交わし、オフィスを出ると、パイロットの訓練を今日は実施する予定です。向かったのは路線訓練飛行。定期便と同じ環境下で行う車内訓練で、国が安全性を確認する実証飛行の試験と並行して行われています。まあ、今日は佐渡の上空も飛びますので、ちょっと私も同乗してですね、まあ、様子をちょっと確認していきたいなと思っています。午前9時半、機体は札幌岡玉空港へと飛び立ち、訓練を開始。デッキでは利用者もその様子を見守っていました。新しく出発するので、新たな旅ができたらいいなと思ってます。感慨深かったです。はい、また連絡しますんで、はい、岡田のテスト10時入りましたのでお送りします。どうぞ。はい、お願いします。オペレーション室も動き出します。アクチャルで今飛んでるところです。町内手前かな、計画通り飛んでるのか、今どのあたりを飛んでるのか、あとは目的地の天気が変わってないのか、運航状況の決定をここでキャプテンと連絡取ってやります。今のところはノーマルのオペレーションということで、予定通り現在は岡玉に向かっています。機体はおよそ1時間半で札幌岡玉空港に到着し、新潟空港へ折り返しました。訓練が進む一方、この日、新潟空港で行われていたのは空の日のイベントです。航空業界の企業や団体が会場を盛り上げる中、ね、帽子もあるから、帽子もあるから、トキエアも制服の試着体験を企画し、会社をアピールします。かっこいい、パイロットになりたい。オリジナルグッズの販売ブースにも多くの人が訪れていました。飛ぶの楽しみなので、岡田もだとやっぱり札幌行くの便利なので。県民の期待を背負ったトキエア。午後1時過ぎ、訓練は終盤に入ります。機体は今後就航を目指す佐渡市の上空も初めて訓練で飛行。ちょっと雲がかかってたんですけど、でもちょっと合間でね、ちゃんと見えて、とても良かったと思います。午後2時前、すべての工程を終え、新潟空港へ戻りました。天候も良かったんでですね、もうほとんど揺れなくて、とてもいいフライトだと思います。今日のフライト、本当お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。また引き続き、就航に向けて頑張りたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。無事に終えた訓練飛行。一方、国による実証飛行はまだ残っていて、就航日については、実証飛行終わってからでないとですね、実証飛行での
課題っていうのもまたありえますので、ある程度こう割が見えた段階でですね、話ができればなと思ってますが、まあ、安全運行というところをこうきちんと大切にしてですね、就航に向けて、まあ、もう社員一丸となってですね、頑張っていきたいと思っています。機体を背負った翼が羽ばたく日は目前に迫っています。